はい、じゃあループシューボックスですね。これかなり良かったです。買ってきたやつ、鍵を外してここ押すと開けます。オープン。で、中身がこんな感じ。ちょっとさっき入れたばっかりなんでちょっと雑なんですけど、これ薪と、あとテントとかもここに入れてました。今立ててるんですけど、あとタープとか、あと椅子とか、あと洗濯物、あとテーブル、洗剤とか、そんな感じですね。あとこれよくみんなも使ってる、どこでも火つければつくバーベキューコンロ、使いやすいです。まあ、基本的に、まあ、薪もそうですけど、ちょっと汚れを目立つものを上に収納してます。容量300リットルかな。さあ今からねちょっと料理作っていきます。はい、じゃあねちょっと雨が予想以上にちょっと強くなってやみそうにないので、ちょっとタープも、さっきの形から今変えてる、変えていこうと思って作成中です。今日はもう運転する予定はないのでビール飲んじゃいます。あとカルパス。できました。すいません、まあ、とりあえずこんな感じで雨はしのげるかなと思ったんですけど、出来上がった瞬間に雨が止みました。ほんと最悪マジで。まあ、こんな感じでちょっとチャーハンとか作っていこうかなと思うんで、でもめっちゃ腹減ったんでね。今日はですねコンビニで、まあ、買えるものだけで夜ご飯と朝ご飯を作っちゃおうという企画なんですけど、この食材を使ってまず今からチャーハンを、夜ご飯をね作っていこうかなと思います。でさっきからでっけえ蜂が、スズメバチかな、3匹ぐらいずっとここら辺いるんでちょっと怖いんですけど、蜂に負けずに、挑発せずに、刺激せずに頑張っていこうかなと思います。で、今使うのがチャーハンなんで、これとこれとこれ、これこれ。チャーハンに使わないものは一旦しまいます。でもコンビニね今結構いろいろ売ってて、食材には比較的困んないんですけど、人数の、まあ僕とか1回分作れればいいんですけど、ちょっと特に玉ねぎとかね、これ絶対これ3つも使わないんで、こういったところがちょっとネックですね。まあ保存して今度作るんですけど、この食材を使ってチャーハンを作っていきましょう。これは後でキャップにあげよう。はい、じゃあまずね使う分だけ切っていきます。実際おにぎりこれ何グラム、もうちょっと作りたかったんですけど、これ2個しかなかったんで、でもグラム見ても分かんないからまあいいや、適当に2個ぐらいにします。あ、割れた。これ先割れちゃったんでこれ使います。じゃピーラー車の中に忘れてきちゃって、車の近くに、てか車に3匹蜂張り付いてるんですよ。なので取れないということで、もうちょいやっちゃいます。チャーハン作るのめっちゃ久しぶりですね。はい、人参切り終わりました。はい、じゃあ次玉ねぎ。
保存。いや、すんごいここ人来るな、雨なのに。めっちゃ人気なんでしょうね。川が、すんごい綺麗で、ちょっと晴れてないのが残念なぐらい。ここ、子供とかここで泳げるらしくて、結構、なんか家族連れが多いかな。あとなんか若い人が、なんか友達とバーベキューしてるっていうところも見られます。よし。玉ねぎも OK。料理教室通いたいな。切り方とかもうまくなりたい。はい、次ピーマン。はい、ピーマン洗ってきました。いや、ピーマンは最高に美味しいよね。ピーマンは気持ち大きめに切ります。ちょっと座ってると切りづらいよね。立ちたい。はい、野菜の具材完成です。はい、じゃあ次はベーコンです。ファミリーマートのスモークベーコン、ちょっと大きめに切ります。おいっす。じゃあ次卵やって手を拭いて、唐辛子、唐辛子ちょっと辛め好きなんで唐辛子でも入れちゃいましょうか。まだ蜂いる。いっぱい今キャプテンは車の中で蜂に囲まれながら編集してます。出れないって言ってます。出たらあれ蜂に刺さないんじゃないかな。襲われそう。あんまり混ぜないでやっちゃいます。このくらい。さあ準備はできたかな。まずは調味料準備しましょうか。国民で売ってる今持ってる調味料を使います。じゃじゃーん、ビール乾杯。よっしゃー、スイッチ入ってきました。ほんだい。こっからが問題なんだよ。このおにぎりでチャーハンやったことないんですけど、パラパラになるのかな、ちょっと心配だな。じゃあ、鍋を温めていきます。いや、久しぶりだな、本当にチャーハン作るの楽しみ。ごま油入れていきます。立ってやんないとやりづらい。いやいやいや、昔の勘が戻ら、はい、いや、チャーハンの作り方も人それぞれいっぱいありますよね。じゃあご飯おにぎり投入。パラパラになってくれ。やばい、ちょっと予想外、ちょっとまずいかもしれない。どうしよう。無理だ。
ちょっとやっぱあんまりパラパラになんないな。あ、めっちゃいい匂いついてた。でもあ、でもいい感じ。あ、熱っ。もうちょっと金欲しいな。鷹の爪とにしよう。交渉を動かす。じゃあもうこれ交渉が…あ、めっちゃいい匂いしてきた。はい、じゃーん、じゃーん。めっちゃビールに合いそうな。ちょっと若干ね、濃い口の塩胡椒で。ああ、花が。よいしょー。どうこれ、結構いい感じで、やっぱりなってきた。オッケーでしょ。はい、完成。ふっ。あ、ちょっと崩れちゃったけど、ちょっと崩れちゃったけど、チャーハンです。ちょいっ、はい、なんとか無事でいきました。ひとつまみ紅生姜を入れて、割れたところを隠すようにね、紅生姜を入れて、テーブルの上がカオスなんで、綺麗にしてから食べます。まあ、こう見えてね、僕もキャプテンも結構綺麗好きなんで、この日本縦断成り立ってますけど、綺麗好きではない人と日本縦断したら多分これ喧嘩なんじゃないかなと思います。はいはいはい。はい、ということで、なんだかんだありましたけど、結構美味しそうなチャーハンができたんじゃないでしょうか。大自然のチャーハンも初めてなんでね、ちょっとビールと一緒に飲んでみようかなと思います。いただきます。これはあのおにぎりに勝てたのではないでしょうか。鷹の爪のちょうどいい辛さだね。本当にこれビールに合う、ビールのつまみかな。それにビールのつまみのチャーハンっていうのが最適な言葉かなと思います。あ、本当これね、鷹の爪 2,3 個入れたら本当いい感じのピリ辛になるんで、晩酌の時とかね、そういった時には最高のつまみになるんじゃないかなと思います。うめえもんだって、もうビールがもう。でもな、ちょっと一つ懸念してるのが、キャプテンがね、ちょっと辛いの苦手なんじゃない。はい、どうだったでしょうか。今日はあのコンビニで売ってる食材だけで、チャーハンをね作ってみました。とりあえず夕食はうまくいったんじゃないかなと思います。味も大変良かったです。で、明日の朝また同じようにコンビニのものだけで朝食を作っていくんで、その動画もぜひ見ていただけたらなと思います。残りのチャーハンとビールをあと2本ぐらい飲んで、今日はゆっくり寝て明日に備えようかなと思います。ちょっと探検してこいよ。